めっちゃ応援してるからな。めちゃめちゃ応援してるから頑張れよ。学研オンエアチャンネル、学研オンエアチャンネル。はい、それでは皆さん、今日はですね、だいぶ今寒い季節にこの動画を撮っているんですけど、受験直前だという人も多いんじゃないかなというふうに思います。いや、いよいよですよね。いや、緊張してますか？ですよね。してるよね。緊張してるし、不安な人も多分とっても多いと思うんですよ。でも学研オンエアはそんな受験生の皆さんをめちゃくちゃ応援しています。もう全員めちゃめちゃ、もう山下先生のみならずめちゃめちゃ応援しています。だよね。はい、もうすごい応援してます。なので今日はちょっとですね、数学や理科やいつも、ワンポイントレッスン、授業を行うことが多いんですが、今日は受験直前、そして受験前日、受験当日、どういうことを意識してこの受験直前期を過ごしていったらいいのかということを、皆さんに少しアドバイスをしたいと思います。学研オンエアチャンネル。はい、それではまず皆さん、受験の当日がここにあるとして、で、受験直前期があって、で、前日があります。じゃあこの受験直前期のこの時期の主に勉強法の一番意識すべき点、はい、まず山瀬先生はやってはいけないこと、そしてやるべきこと、これに分けて、しっかり話したいと思います。はい、ここでまずやってはいけないことナンバーワン、いきますよ。ナンバーワンはいきます。新しい問題集や参考書をやること、ダメです。絶対ダメです。はい、多分ね、不安になって、直前はちょっと違う問題を解いてみたいなとか、あの子のやってる問題集とか参考書とかってめちゃくちゃ良さそうに見えるなとか、そういう風に思うと思うねんな、みんな思うよな、そうやんな、けどそれはやめましょう。はい、そういう気持ちを一旦捨てて、後でやった方がいいことにも出てくるけど、今までやってきたものを信じてそれを完璧にする方がよっぽどいいです。いいですね。はい、その次2つ目いっていいですか。やってはいけないこと2つ目です。過去問。過去問です。過去問を、これやるべきですよ。そう、当たり前な。過去問をやりっぱなしにすること。過去問やって終わって、はい、おしまい。また次の過去問行って、はい、おしまい。これ一番効率が悪いです。解いてるだけで1ミリも賢くなってへんがなってやつでしょ。だからみんな分かっておいてほしいのは、過去問やるでしょ、解き直すでしょね、はい、解き直した問題で、うわ、ここできてへんやんとか、ここ苦手やん、このパターンの問題苦手やん、これ発見できるわけやんかな。だからこれをちゃんともう一回教科書読み込んだりとか、類題を解いてみたりとか、そういうことをすることで格段に成績上がりますよね。めっちゃ点数上がりますよ。だからぜひともこれを頑張ってほしいです。いいですね。はい、次、受験直前にやるべきこと言います。やるべきことです。はい、さっきの裏返しになるかな。まず一つ目は過去問を徹底的にやること。いいですか。過去問を徹底的にやるっていうのは過去問解くでしょ。過去問っていうのは同じ問題は出ないよ、次の年にな、出ないよ。でも似たような問題、似た形式の問題、問題数が似てるとかね、量が似てますとかね、はい、数学だったらこの計算問題の後に方程式が来て、図形が来て、関数学の順番とかね、はい、この辺が過去問は似ています。なので、はい、この過去問にちゃんとしっかりと対応できるように意識しましょう。過去問解くときは受験さながらで解いてよ、ね、時間もちゃんと測って、いいですか、はい、途中でタイマー止めたりせずにちゃんとしっかり時間通りに解いてくださいよ。いいですね。はい、2つ目いきたいと思います。受験直前にやるべきこと2つ目、これは今までやってきた問題集、参考書、はい、過去にやったものです。いいですか。これをもう一度完璧になってるかどうかをチェックしてみてください。いいですか。これで実を言うと、はい、今までやってきたものだからほとんどできると思うねん。でもそこでできない問題、そこでできない問題っていうのは実はみんなが最も勉強すべきところやんな。そやんな。だってほとんどできている中でここだけできひん、もしここが試験に出たらねって考えたら、ここを持ち上げとけばめちゃくちゃ自信にもつながるやんな。だからぜひとも頑張ってやってほしいと思います。いいですか。
はい、この受験直前期でしっかりと自信を高めて実力を高めて前日を迎えたら、はい、前日はいいですか、ちゃんと意識してほしいのが、みんなこの当日の日に力を出し切りたいやん。当然な、力を出し切りたいから前日すべきことっていうのはもちろんです、次の日の万全にテストが受けられる状態の準備です。いいですね。いや、いろいろあると思うで。例えば体調管理やな。体調管理。体調管理はこの一週間前もちょっと意識してほしいかもしれへん。食事やな、睡眠やな、あと、うがいとか手洗い。この辺めちゃくちゃ意識してほしいです。でも前日、例えばやけど、早く寝すぎるのはアウトやな。早めにちょっと目が覚めてしまったりするから、早く寝すぎるのもアウトやし、もちろん当たり前で遅く寝すぎるのもアウトやんか。いつも通りの生活をやってほしいと思います。いいですね。いつも通りの生活をやってほしいねんけど、ちゃんと意識しておいてほしいことは、布団に入った瞬間に、おうやん、多分。ああ、明日は試験やな。うわー、受験票入れたっけとかね。明日って、例えば、雪で、電車止まったらどうしようとかね。思うでしょ、思うでしょ。だから、前日の準備は、はい、例えば、受験票 OK って紙に書き出しとくとか。例えば、明日の天気はこうこうこうで、何時何分のバスに乗って、で何時何分の電車に乗って、何時に学校に着くつもりやと、ね、こういうことをちゃんと例えば、整理しといたら、寝る前に整理しといたら頭がすっきりして、で、ゆっくり寝ることができますよ。いいですね。はい、そして受験当日です。いいですか。はい、ここは一つだけ、一つだけです。はい、無事に試験会場についてテストが始めれたら、皆さんやったら絶対大丈夫です。一つだけやってほしくないことは、周りと比べることです。ですか。はい、周りとか言うんすよ。1時間目国語のテスト終わりました。あそこなんやった、あーやんな、そうそう、あーや、あーや、俺もあーって書いた。いやいや、俺うーやねんけど。ドキ、やばい、俺落ちたとかなるわけですよ。もうここで精神グラングランになるわけですよね。ね、周りと比べない。それ聞こえちゃったら仕方ないです。仕方ないけど、あいつ間違っとるわぐらいの思っとき、それでいい、ね、試験なんてその一問だけで全てが決まるわけでもなければ、一教科だけで全てが決まるわけでもないし、総合点やねんから、ね、だから当たり前やけど、その一つ一つの細かいことで、グラグラしないこと、周りと比べないこと、これだけ意識をしてください。最後の1分1秒までしっかりやりきる。はい、これだけをしっかり意識できる皆さん、絶対大丈夫です。受かります、頑張れ、ね、はい、今まで頑張ってきて、当日、試験当日、試験を受ける瞬間は受験勉強本当にお疲れさんでしたです、ね、受験生もこれでいよいよついにおしまいなんです、ね、はい、最後まで力を出し切ってやってくれることを皆さん応援しております。いいですか。めっちゃ応援してるからな。めちゃめちゃ応援してるから。頑張れよ。むっちゃ頑張れよ。いいですね。はい。ということで今日は受験生に対する直前意識すべきこと集でした。はい。皆さん応援しています。今後も学研オンエアぜひ見てください、ね。いいですか。はい。それでは、チャンネル登録もぜひお願いします。よろしくお願いします。皆さん、さよなら。頑張れ。